毎週木曜日は声優さんにご登場いただいている声優プラスですが、今夜のゲストはこのお二人でございます。ご挨拶お願いします。プチミレディの結城葵です。プチミレディの竹田彩乃です。お邪魔いたします。よろしくお願いします。一番初めにお伺いしたいんですけども、はい、すいません、あのこの直前に、様々な出来事があったんですけど、はい、生のナス、生のナスです。生のナスをすごかったみたいですね。メロンソーダと鷹の爪の味付けで飲むっていう、ことだったんですけど、美味しかったですか。美味しい、ですね、なんていうのかな、このように美味しいまずいで切ってはいけない食べ物というのがあるんですか。いうことを感じましたね。刺激物でした。あらあらあら、元気になりますね。元気になりますね。すいません、意外と二人とも喜んでませんか。あっちで聞いてる分にはとても愉快でした。すいませんすいません、今の口調だと竹田さん、はい、ご存知だったんですか。もちろんじゃないですか。何を言ってるんですか。すいません、結城さんもご存知だったんですか。ええ。竹田さんはまだこの番組最多登場ゲストですから、はい、こういうことに関してはまあある番組だろうと思ったかもしれませんが、結城、さん初めてご登場ですよね。あ、はい、お邪魔いたします。ありがとうございます。そんな中でこんなことが起きる番組だというのはなんとなくご存知だったんですか。そうですね、あの割と破天荒だというお話は聞き及んでおりました。そうだったんですか。割と破天荒だったんで、もう相当な勢いで今僕もあの逆の方向に針が振り切ってるんですけども、すいません、もう一度針を自分の方に戻したいと思うんですよ。なぜならそうなんです、今回お二人が来ていただいたのはプチミレディというユニットを、はい、組んだからじゃないですか。はい、だけど今もう声優界こうなんですか、中でも特に可愛い関係で頂点ツートップを走る二人がまさかのユニットを組んだ。好き、褒められてる、どうしよう。褒められてるよ、どうする、どうする、どうする。ありがとうございます。わかるか、もうこの、ありがとうございます、すっごい嬉しいです。わかるか、みんなこの感じ、この感じ、この小鳥がさんざめくようなこの感じ、ただでさえもうカレーとハンバーグだけでもすごい、おカレーとハンバーグ一緒かよみたいな衝撃がユニットを組んだ瞬間に、カレーとハンバーグすごい特別な感じすんね。カレーです、ハンバーグです、こういう感じですね。しかもカレーでもハンバーグ、その点ユニットは来なかったですね。ぐらいのところで、いいですかいいですか、こうチームワークがすっごい取れているようでちょっとずつずれているこの感じも含めて、全てが素晴らしいお二人に今日は全てを、ここで生で演出するあのコーナーにいてきていただきたいと思います。ではプチミレディの二人とお送りするミュークンプラス、こちらのコーナー行ってみましょう。竹達彩乃と結城葵のとこういうのがたまらない変態音響監督吉田のもう私たちに何を言わせるの。そうなんです、今ゆうきさんがもう顔くしゃくしゃにしてやっちゃったって顔されてますけども、かわいかった。生放送でやるからそうですよね。こういう隠しようのないところが出てくるところが竹田さんいいところですよね。めっちゃかわいかったですね。申し訳ない。ってことなんで、変態が2人いる、変態が2人いる、そうなんですね。ただこれを、はい、あのどういうコーナーかというのはもう竹田さんはもう10何回やっていただいて、このコーナーで別名神というお名前がついている、神です、ありがとうございます。すごい降臨しておる。なのであのこのコーナーはどういうコーナーかというのを、はいはい、まずはですね、こちらのラジオネームターニャンさんからいただいたこちらのセリフをあの竹田さん単独でやっていただくところを見ていただいて、はい、単独でやっていただき、そしてさらにどんなリアクションがこのツイッター上でシャープ MC1 によるつけて流れるか、はい、ゆきさんにちょっと体感していただきたいというふうに思っています。わかりました。さあまずはですね、こちらなんですけど、このセリフなんですけど、はい、これをあの昨日喧嘩してるんですよ、うん、この二人、はい、もうあなたのことなんか大嫌いというふうに言って、うん、で一日中すごいこう頑張って頑張って連絡したいのに携帯とか見ながら何度も連絡できなかったんだけども、今日最後にやっぱりちょっと顔が合ってしまうわけですよ、うん、これ下校、あのそうですね、この二人は高校2年生です、はい、であのクラスごとでクラス同じクラスで付き合ってます、うん、で付き合ってて、でも昨日喧嘩しちゃったんで今日は一日中会話ができませんでした。ちょっと気まずい感じなんですよね。そうです、もう気まずい感じだったんです。でも本当は話したくて話したくてたまんなくて、顔が見たいってことですよね。顔が見たいです。でそして、2人で同じ方向のバスに乗ってます、はい、でもただ2人は終点近くまで行くんですよ、うん、で他のお客さんとかが全部降りるまでの間ずっと無言だったんだけども、降りる直前になって、彼女の方が我慢できなくなってバスの一番後ろの席で言うセリフ。はい、わかりますよね。竹田さんだったらもう分かっていただけると思います、はい、さあよろしいでしょうか、かなりまあこれもあのかなり小柄な女の子ででも気は強い、そんなタイプの方だと思います。詳細ですね。詳細でこれ詳細です。このコーナーにさ、今竹田さんがこめかみのところを押さえて今頭の中にビジョンが浮かんでいると思います。ではバスの一番後ろの席で、2日ほど喧嘩してた彼女から彼に向かってどうぞ。あのね、やっぱり今日も好きでした。はい、よろしいでしょうか。
今言い終わった後に武田さん自分でやっていただいたのに完璧なパフォーマンスをしていただいた後に辛いんだよこのコーナーは。いや本当に辛いコーナーなんだよ今のはね。やべえやべえでしょやべえでしょやべえところで今、マジカメマジカメでしょマジカメマジ私たち宿所あ、スータカレーですハンバーグですすいませんカレー夫人ハンバーグ夫人みたいな謎の尺位を持った人たちが現れましたけどすいませんこれをゆうきさんにもやっていただくようなコーナーでございましてこういうことなんですよやった今日も耳が幸せだあ、そうなんです今の幸せでしたよねたですよね幸せですねじゃ あのその真下にあったこちらラジオネーム夢追いバンブルビーさんからいただいたこちらのセリフ言ってみたいんですけどもはいこちらはまあ多分兄弟がいるんですよね兄弟ゆうきさんに14歳の、そうですね、中学2年生になっていただいてはいですごいこう今日楽しみにして学校から帰ってきたわけですよで学校から帰ってきてこう冷蔵庫を開けた途端にであれ入ってるはずのものがないでただこれを2つ上のでもすっごい普段から仲のいいお兄ちゃんに向かって怒ってるんだけれどもでもあの怒ってないんだけども怒ってるって意思を伝えなきゃいけないので腰に手を当てて冷蔵庫の前でこれを言っていただく感じでよろしいでしょうかわかりましたあまりにも楽しみにしてるからもうなんていうんですかねもう、まあ、制服のまんまですよはい、制服のまんまでなおかつこうもう紺色のブレザーですねイメージ的には、はいはい、紺色のブレザーでそうこうもう中学2年生で色気づいてもいいのにもうすっごいもうわざともう余計なことはしないタイプの、もうソックスの、はい、何でしょうか客観的に聞いてるとすごいっすね今更ですよ武田さん今更ですよすごいですね武田さんはこれ15回ぐらい今まで受け切ってくれてますからねそうか、うんうん、ユニットで来るの初めてですもんね武田さんねいつも自分のことでいっぱいいっぱいだからさ、こんななんかこうねディレクションしてるのを改めて見てすごいコーナーだなこれって思いましたですよねでも武田さん、はい、今日もう一ついいことがあります、うん、横50センチでこれを楽しめますやった私超近くに行こう、じゃあそれでは、武田さんにはお兄ちゃん気分で味わっていただきたいと思いますさあ今すごいよ武田さんは今両手でこうやって拳をこう膝に肘をついてこう当ててる状態で見てるよ、さあそれでは、行きましょううわすごいのもう小鳥が2羽止まってるみたいだねではこの状態で結城亜美さんどうぞただいまプリン冷蔵庫にあったプリン勝手に食べたでしょ口横だよ武田さん今武田さん随分間でプワーっていうのが入ってましたけどで俺のプワーじゃなくて武田さんのプワーですよ武田さんのプワーどうしたんですかそれはいやあのまだアドリブから入って、その台本に入ってない言葉を青ちゃん言っちゃうんですけど、その言葉が可愛くて可愛くていやもうたまらないですよ、いやすごい全て生で全てお届けしておりますもうこれアドリブからプワーまでありがとうございますアドリブありがとうございますとんでもないいやとんでもないぞとんでもないそうですよごとんでもないですよこのコーナーすごい緊張感だよこれいくらでもできてしまいますからこのコーナーなんですけどもじゃあすごいベタなやついきましょうベタなやつラジオネーム京奈さんからいただいたこちらなんですけどまずはもうお二人が揃った時点で全部の人の頭の中に浮かんでいたベタ妄想のうちの一つだと思います、よろしいでしょうか、おそらく、二人とも、ね、ゆうきさんがあゆうきさん3月生まれですよね3月生まれですよねなので、で武田さんがあえて6月生まれだったと思いますけども、はい、4月生まれだとしましょう、はい、なのでこの二人の妹さんは早生まれとすごい4月生まれの、あのタイミングで二人とも同学年なんですはい、同学年同学年双子じゃないんだけどもっていう2人、うん双子じゃないんだけどもっていう2人で、それにお兄ちゃんがいます、はい、で2人ともそうですねこれは、年齢的にはそうですねこういうことを言う16歳でお兄ちゃんは22歳ぐらいのちょっと離れたお兄ちゃんに、うん、で向かってお兄ちゃんが仕事から帰ってきましたで帰ってきた時にもう2人してなんかもうお兄ちゃんのことが実は大好きなわけですよといろいろさ海外しく世話を焼いていて、そうですね、竹達さんは、エプロン姿でエプロン姿でであのゆきさんはあえて制服姿で、はいこれを言っていただくイメージで言っていただいてもよろしいでしょうか、はい、では2人してこうやってガチャってこう帰ってきたところですよね多分ね、玄関先で2人で言っていただきたいと思いますそれでは明るい浮かれた同学年の姉妹、高校1年生でではどうぞご飯にするお風呂にするそれともあやなにする葵にするねえ早く選んでよお願いお兄ちゃんはいありがとうございます今世界中の、よくわからないけれども今世界中に何かが降り立ちましたありがとうございますもうこれなんていうかもう無理これ以上のものは、今もう日本語の音声表現としてこれ以上のことを表現するのは無理です今ありがとうございました、気持ち悪いね気持ち悪いけれども何か被害者の会みたいなものを結成することで成功しましたね今まではそうですよねいつも大変だった
この気持ち悪さを誰かに伝えたいってずっと思ってたけど、今日はあおちゃんと同じ気持ちを感じることができるからすごい嬉しい。本当？私はね、あやの可愛い声が隣で聞けるから何やってもいいよ。そうそう、何やってもいいよ。今日可愛い、ニヤニヤですよ、この二人。あとラスト2、無理に決まってるだろう。ラスト2個とか。じゃあラスト2、ラスト2個、じゃあラスト2個なんですけど、じゃあすいません、2人して、こちらのラジオネームダイダイさんからいただいて、こちらよろしいでしょうか。こちらのセリフなんですけども、先の方なんですけど、こちらを竹達さんにキツキツで言っていただきたく、2人はだから悪いユニットです。あ、悪いユニットです。で、ゆうきさんにこちらもあのキツキツで言っていただきたいというふうに思うんですが、はい、よろしいでしょうか。もう、はい、なんですかね、キツキツでいいんですか。キツキツで、じゃあ2人で、あの男子をですね、1人あれなんですか、あの閉じ込めました。もう敵を、はい、敵をとか、もう正義の味方側をです、はいはい、でそいつがなんかいろいろと連絡しようとかしてうるさいので、そいつのことを一回蹴りを入れてからこのセリフを連続で言う女幹部2人のイメージでございます。はい、よろしいでしょうか。じゃあそれでは、相手の敵の正義の味方を捕まえてきて、キッツキツで2人に言っていただきたいと思います。普段は見た感じものすごい可愛い女の子なんだけれども、こうなると荒ごとになると怖いぜこの2人っていう感じでございます。じゃあそれでは行きましょう。竹達さんから先にです、どうぞ。いいから黙れ。口ぬうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。怖いね。もう怖いかもしれませんけど、もういいです、もう関係ないです、そんなもの。その怖いとか言われても全然関係ないんで。じゃあ最後、もう最後なの？無理。ちょっと最後、最後だ。じゃあ、すいません。じゃあこちらラジオネーム針金ハンガーさん、これね、これね、一回やって二パターン思いついてるんでよろしいでしょうか。じゃあこちらなんですけど、こちら針金ハンガーさんのやつが、これをあのすいませんが、8歳と6歳の兄弟姉妹で言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、どっちがどっちですか。 A の方が8歳で竹達さんでよろしいでしょうか。はい、で、えへへの方で、こちら B の方が、あのゆうきさんで6歳でお願いしたいと思います。はい、さあこの姉妹が、まあ当然ですけど、姉ちゃんの方がなんか妹がいつもと違う、この口のあたりなんかついてるんでしょうね。口のなんかついてるのを見て、それを確かめてそう言ってる。おっと、今ゆうきさんのほっぺたに竹達さんの人差し指が。大丈夫、この瞬間写真とか撮ってもらって大丈夫。いや、もうその瞬間、それぜひ入れていただく感じで、お願いしてもよろしいでしょうか。じゃあそれでは、ゆうきさんと竹達さんにお願いします。8歳と6歳の姉妹でどうぞ。あー、今日チョコケーキ食べてきたの。バレちった。何これ、何これ、もうどうすればいいの。今のですね、同じやつなんですけども、今のやつはすごい幼女お二人だったじゃないですか。これがですね、あのすいませんが、そうですね、あの19歳のあのいけない関係の女子二人だった場合どうか。いけない関係の女子二人なんですけども、いけない関係の場合、このチョコケーキ食べてきたことがさっきは見た目で分かってたんですけど、あのすいません、単純接触で分かった場合ということにしていただいてもよろしいですか。単純接触ってどういうこと。つまりは何ですか、あの、なんだろう、初恋のじゃない、ファーストキスはレモンの味みたいなこと言うじゃないですか。でも実際のところは歯磨きの味だったりしますよね。うん、でつまりそういう意味でこれはチョコケーキの味だってことがお姉さん側が分かったと。単純接触。そういうことです。ありました。はい。単純接触があって、じゃあ単純接触を先に今度あの問い側が、うん、A の側がゆうきさんで、はい、ゆうきさんがそういうことをして、ちょっとお姉さんだよね、きっとね。いわゆる攻めていっている側、武田さんの方が受け入れている側という。これは確信犯でいいんですか。お二人とも確信犯で OK でございます。お二人ともそういうことが分かる状態で、言っていただきたいと思います。さあ、すごい、あやち分からなかったのかではなくて、本当にやっていいんですかっていう、多分達人の目をしてますよ今。さあ今達人二人がここに。じゃあそれでは、この二人は多分今ちょっとしたかなり暗がりの状態だと思うんですよね。お互いをおそらく 2,3 センチの距離で見つめている状態だと思います。それでは竹達さん、ゆきさん、おこれはこれで匠の二人が、では匠の二人どうぞ。今日はチョコケーキ食べてきたの。バレちゃった。おい、なんだよ、もう誰かがなんかリアクションで耐えられなくなったでしょ。うわ、すごい、二人悪い目してる、素敵。すごい、今史上最も可愛いプロフェッショナル二人が今ここに座ってるんですけど、すみません、プチミレディのお二人なんですが、はい、竹田さん、ゆきさん、この後ガールフレンドかっこからお二人も出てますけど、そのサポーターズプラスの後またちょっと戻ってきていただいてよろしいですか。はーい、
ください。うわぁ、なんでこんな気の抜けた声がなんで出せるんだ、さっきの二人から。お兄ちゃん、じゃなくて、今のお兄ちゃんというのは先ほど生放送中に言っていただいたやつを竹田さん、すいません、すでにディレクターが収録して流しました。うおー、仕事早い、仕事早すぎるだろ。ゆきさん、これが頭の悪い人たちの生放送ですよ。すごいですね、大人が本気出すって怖いわ。しかも頭の悪い大人がね。そんな。お二人、竹田さん、やなさんとゆきあおいさんに戻ってきていただきました。はい、お願いします。いやー、ってことで、もう本当に今日何度でもやってきていただきたいなというふうに思うんですけど、そう思う方は、正直、今回、CD 買わない人バカだと思う。やばいわ。言ってくれてる。待って、言ってやれ、もっと言ってやれ、もっと言ってやれ。いやー、だってもう、5月の15日に、つまりは昨日ですけれども、チミレディとしてのシングルがリリースされました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。タイトル教えていただいてもよろしいですか。せーの、鏡のデュアルイズム 100% サイダーガールです。おお、意外と頑張りましたね。やったー、長いユニゾンでした。よかったね、頑張ったぞ俺ら。いやでもこれでね、何がヤバいかというと、両方との曲が今聴いてもらってる 100% サイダーガールのこう可愛い系で、はい、もう一つのこう、はい、鏡のデュアルイズムの方はこれはですよね、ユギオのね、はい、今オープニングでもらってるかっこいい系、はい、そうなんです、だったりするんですけど、100% サイダーガール、うん、あの PV がヤバくないですか。お、もう俺たち頑張ったもんな。頑張った、もうラブラブですよ。そうですよ、でしょ、はい、励まし合って頑張ったもんな。頑張った。もうですね、私実は振り付けというものが点でダメでして、はい、ボケ防止くらいの振り付けが本当にできなくて結構簡単なね、シンクロな感じで、ね、握ったりするやつがあるんですけど、そうなんです、っていうか見ていただけると多分、あ、これ意外と俺でもできんじゃねっていう感じだと思うんですけど、皆さん左手と右手をこうグッパグッパする感じの感じなんですけども、あやに励まされて、今まであやのこと引っ張っていかなきゃなって思ってた私が初めてあやって頼れるなと思った瞬間だった。頼っていいんだよ。そうした、この様子なんで、やっぱさ、普段だと頼れない感じ。そんなことないよ。本当？頼れるよ。神だもんね。そうだよ。そう、今日はもう頼っていきたいと思います。すごいよ、二人とも好きだらけなんだけど、好きの位置が二人とも違うんだよ。好きの位置の違う二人が、で、それで、何がすごいかというと、まあ、あの BV で、あの二人の可愛いところは、もう、なんすか、あれ、宿女なんですよね、イメージとしてはね。ちゃんとした、こう、長い手袋とかをして。あ、う、あ、ん、はい、何が言いにくいんですか。いや、なんか名と向かってなんか自分たち宿女です的なことって言いづらいよね。あとちょっと今までの自分たちの活動的に、宿女はもう忘れていただきたい。そうね、宿女という仮面が、そろそろ破れかけてきた。いや、新しい形の宿女をここで提唱したい。なるほどね。これでいきましょう。いいじゃん、なんとか宿女ってやろうよ。なんか変態紳士という名の紳士がいるように、なんとか宿女がいてもおかしくないと思う。新しい宿女ですね。なんか寂しくない、変態なんかつけてくれる。もう完全にもうこう結論出てるじゃないですか。二人してこれ変態宿女って結論になっちゃいます。変態宿女、変態ではないんです。何か変態を喜ばせる宿女ですよね、あくまでね。そういうことですから、変態がどのように喜んだかというと、あの PV のヤバいところで言うと、すいません、お二人ともあまりスキップとか得意じゃないですよね。確実に武田さんができないので有名なのは知ってますけども、うん、何か、その二人が感想のところでケンケンパで閉じすぎてることがありますよね。すごいです、あれ。ケンケンパはギリギリできたんだよね、そのギリギリ感が。いや、私ケンケンパ超得意ですよ。超得意。あ、そうだ、青ちゃんは結構余裕だったね。私超ケンケンパもフラフープも得意ですよ。私なんか3回くらい撮ったもんね、同じの。そう、ケンケンパ。そう、ケンケンパめっちゃしてたよね。そう、フラフープすげえドヤ顔でこう。そう、すげえドヤ顔で回したら、私のフラフープのやつ使われてる時間めっちゃ短い。これが全部映像で収まってるんですよ。この雰囲気その他が、あれは初回版とか買わないともう本当にもうどうかしちゃってるぐらいのレベルだと思うんですけど、でも全ての、なんか通常版とかだとスペシャルトラックにさらに別歌詞のですね、同じメロディーの曲が入ってたりする、それがドキドキドってやつだったりしますが、はい、全ての曲に入っているタイトル曲、ここで聴いていただきましょう。じゃあ曲紹介お願いいたします。せーの、かっか、あれ、こっからアーティスト名からいこう。なんで打ち合わせしないでユニゾンやろうとするの。好きのある位置が違うんだ、二人と。せーの、プチミレディで鏡のリアルリズム。ごめん、正解のコードでした。ありがとう、ありがとうございます。ということで、今さら皆さんよろしくお願いします。今後ともプチミレディ聞きたいよね。お願いします、お願いします。ということで、ここまでわちゃわちゃやってきましたけど、こういうしっとりしたこともうちの番組やってるんですよね、武田さん。ん、うん、忘れたみたいに言わないでください。
出張したコーナーもありましたよね、はい、そうです、はい、続いてはしっとりとこちらのコーナー、140文字のハートストーリー。さあ今打ち合わせ出ますよ、ラジオネーム、こちらメイプルさん、今の可愛い、そうですよね。ツイッターで一度に投稿できる文字数140文字、その140文字の制限の中でリスナーの方が考えてくれた心温まるストーリーを音声表現のプロ声優さんに朗読していただくコーナーなんですが、今日はせっかくなのでお二人のこう掛け合いになっているものを選ばせていただいたんですが、はい、どちらがどっちをやりたいというような、あ、もうなんか今打ち合わせしました、今の打ち合わせはあれ好きですか、あ、でも音響監督どうですか、あ、どうですか、いえいえ、いえいえ、もう僕らはお二人がそちらを選んだということが最大の価値だと思いますんで、お二人の打ち合わせも込みで、あ、こういう役振り、ちなみに A がどちらですか、はい、 A がゆうきさん、 B が武田さん、はい、はい、じゃあそれではラジオネームとある現役のガチ兄さんが考えてくれた140文字のハートストーリー、笑ってる顔好きだな。え？じゃあもう笑わない。その怒ってる顔も可愛いな。もう怒らないもんね。その真面目な顔キリッとしてて好き。もうどうすればいいの？その困り顔たまんないな。もう何でもいいんでしょう。もちろん君の全部が好きだから。バーカ。私も好き。今日さ、仕事5分早上がりしてもいいかな。もうなんかこう喋って自分でなんかしたくない感じだなこれ。一本投げ。しょうがないか。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいやろうよこれ。っていうかもう本当にあって、もう50分なんとしてるんですよ、12時40分、ね、あっという間でしたね、すごい、あ、もう今日なんですね、そうです、今日なんですねって、あ、そうですね、大体今日なんですねっていうセリフは世界中いつ発音しても今日なんですねっていう答えしか出返ってない、あ、そっか、ごめんなさい、すごい、いやでもあっという間にもう日付変更線も超えてもう放送も終わる時間に、まあ、なるわけなんですけども、うん、ね、はい、いやどうするんですか、プチミエディ時間あっても足りないでしょ、本当一緒にいくらいても、もっといろんなことやりたいね、いろいろやりたいよね、うん、まあ、じゃあまずは本当にさっきも言いましたけど CD がいろんな人たちの手に届いて、いろんな大人の人たちがこれはもっとやらせなきゃいけないよって気持ちになるようにするのが僕らのミッションですね、はい、よろしくお願いします、すごい、だんだんあの放送、生放送を繰り返しているうちに打ち合わせなしのユニゾンがちょっとずつできるようになってきている、あ、やった、やった、うちら顔見なくても言えるようになってんの、きた、シンクロニティですよね、すごい、この後ね、竹達さんは今日本放送でオールナイトニッポンモバイルとかやっていただいてますので、はい、聞きたい方はそちらの方も聞いていただけると楽しんでいただけると思いますが、でもお二人ともアニメとかもたくさん出てますもんね、まだね、当たり前ですけど、頑張ります、頑張ります、ソロ活動もされてますし、そのあたりに関してはですね、今日放送で伝えるのはちょっと時間が足りなかったりするんで、できましたら全部あの放送なんか放送以外でネットとかでですね、あの全て調べていただきたいというふうに思いますが、すいません、最後の最後に一個だけやっていただいてもいいですか、じゃあこちらは、超速でラジオネームシルエイティさんからいただいたんですが、これあの男子の右側と左側にそれぞれ、いるというつもりになって、右耳と左耳に向かって言っていただくつもりになっていただいてよろしいですか、はい、でこっちのこの部分武田さん、この部分ゆうきさん、これはユニゾンでお願いいたします、はい、それでは最後、はい、耳元で言っていただきましょう、どうぞ、ハミハミとカミカミどっちがいい、ゆうきさん武田さん、どうもありがとうございました、